でもなんか純粋に本当ライガーさんのことが好きで、はい、ここに応募してきたことが分かりましたね。そうですね、すごくなんかまっすぐな子だなって思ったし自分の気持ちにね、なんかここに来て自分を売ろうっていう感じじゃないですもんね、全然。そう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 、自分の目標だったみたいな、一緒にやってきたみたいな、うん、そういうのはすごく感じられるんで。一応ディーバになっちゃうと、はい、水着みたいな格好をお願いするようなことになるかもしれないんですけど、はいはいはい、そっちの方は水着はもちろんいつでも本当になれます。今でもいいです。今日やりにくいなぁ。グイグイいきますね。だってライガーさんが今ね水着のこと話られたんで、まあ、私いつでも水着持って歩いてますんで、やっぱりグラドルレスラーとしてやってて水着を常に持ってすごいですね。はい、歩いてるんで。どうすんの。いつでも慣れます。じゃあセクラでお願いしてもいいんですか。今いや女の子も今まずいだろ。大丈夫なの。あ、ちょっと着替えて、はい、大丈夫。え、大丈夫。大丈夫です。じゃあお願いしましょう、はい、じゃあすいませんお願いします。これは拍手だろ。準備できたみたいですね。お、行くか。行っちゃうか。よし、それでは白川の皆さん登場です。どうぞー。どれー。おーおーおいおいおい、パーオン、パーオブ。どうですか、審査、水着審査。じゃあ、ちょっと待ってね。テレビの前の皆さん、もっとじっくり見たいよね。ライガー邪魔だよ、お前って感じだよね。ちょっとここで、白川さん、もしよければ、はい、視聴者の皆さんに、はい、ちょっとこう、いろいろポーズ取って、こう、サービスとか、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。していただけるそうなので。チームライガーのみんなのために。そうですね。チームライガー入ってよかったろ、チームライガー。それでは、シナクラさんにしていただきたいと思います、はい、どうぞ。俺、この50何年間このために生まれてきたんだろうな。誕生日はまだだけどさ、前祝いもらってきやすい。何カップですか。ハッピーな H カップです。姿勢に困るよね。どうやって見ていいですかって。目が困る。いや、今困ります。はい、ありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございます。でも、なんかかっこいいですね、はい、あのね、鍛え込んでるから。だいぶプロレス始めて、本当もうこうやってやったら、ここ私結構ここすごくて、こうやるともうレスラーなんですよ。しかもね、この広背筋、はい、広背筋、これが異常。広背筋ね、トレーニング大好きで、でこんな女の子そうそういないで、すごい。で、足もごついしな。足はね、すごい。やっぱ四頭筋、走るにも重い人持ち上げるにも一番大事じゃない。一番大事。すごい鍛えてます。はい。いやらしさがないよな、逆に。ないですね。かっけえと思う。かっけえと思う。かっけえよね。かっこいいですね。後輩、女の子の後輩で、こんなんないって。ね、もうね、隠しきれない後輩筋に。素晴らしい。まあ一応僕もまあ30何年間プロレスをやってまして、はい、まあ、もし心悩んでるんですけどとか、こうどうしたらいいと思いますかねみたいなあれば聞いていただければ答えられる範囲でお答えできればなと思うんですけど、はいはい、最近スターダムの巡業が増えてきて2週間お家帰れないとか結構あってホテルに泊まるじゃないですか、はい、で私自分のベッド以外全く寝れないんですよ。あ、枕が変わると寝れないっていうパターンだ、うん、そうなんですよ。で、はい、シングルのリーグ戦も始まったりして、そうですね、休息が本当に大事だなって思ってて、はいはい、遠征のバスとかホテルでこうパターンって寝つける技術を、こう遠征を今までたくさんされてきたライガーさんだったら知ってるかなと思って。あのね、ちょっと難しいというか厳しいんですけど、はいはい、とにかく決まった時間にベッドに入る、眠くなくても、
難しいんですけど、なるだけそれを守るように、特に地方に行って授業が2週間、その2週間の中で無理のない時間帯、ベッドにとりあえず1回入る、で眠くなっても目をつぶって深呼吸してリラックスする、そういう癖を覚えれれば体が自然と覚えてきますよね。なんかベッドに入ると常にプロレスのことを考えたくて、どうしても動画見ちゃうんですよ、プロレスの昔の。それで、ね、寝れなくなっちゃうんですよ。よく僕も若い頃に言われたんですけど、はい、休むのも仕事って、練習するのは当然、栄養のあるものを食べて太るのも当然だけど、体を休めるのも練習なんだよって言われたんで、練習の一つだと思って言い聞かして、してみるのもいいんじゃないかと思いますよ。気になるのは分かるんですよ。なんかでこういう技とか、あと、はい、今日自分はどうだったんだろうとか見返すこともできるじゃないですか、はい、であえてそれは我慢する。分かりました。頑張って。分かりました。休むのも大事。私結構性格的に休めないんですよ、なんか何かしてないと不安にかられる。すげえ、俺何にもしたくないですよ。どうしたら女性ファンが増えますか？なんかまあ私も自分で YouTube のチャンネルやってたりとか、ほいほい、 Twitter とかインスタ、9割男性なんですよ、フォロワーが。で、闘魂 H カップグラドルみたいな、まあ、名前でやってるから、はい、まあ、自分もね、胸を出して仕事してきたから、はい、男性ファンが多いのはあれなんですけど、ただやっぱり女子プロレスラーになったから、女性からかっこいいと思われなきゃいけないなとか、思われたいなっていう思いがあって、今水着でライガーさんに相談するのはあれなんですけど、どうやったらこのシチュエーションすごいよな。どうやったら女性ファン私増えますかっていう、ないものを求めると思うんですよ、人間って。だから女の子にないものってやっぱり強さとか、あと精神的な強さ、女の子なんだけど女の子の中には強さっていうの、よく女子校なんかで先輩に憧れる後輩っていうパターンあるじゃないですか、はいはい、やっぱかっこいい先輩ですよ ね、 そうですね。だからその男性はやっぱり可愛さを求めたり、綺麗さを求めたり、セクシーさを求めたり、それと相反する部分かもしれないので、同時にっていうのは難しいかもしれない。でもやっぱりプレッシャーになった以上、うん、強くなりたいでしょ。強くはなりたい。で今チャンピオンだしね、はい、それを進めていけばいいんじゃないかな。強さ、自分の強さの部分をもっと高めていくしかないってことで。そうそう、でも体見たら十分ごついなきゃな。いや、そうなんですよね。いや、ね、本当そうなんですよ。普通の、うん、多分女の子に並べたら全然そうなんですよ。鍛え込んでんなっていう感じしてるよ、うん、ですけどね、ね、とにかくそれとね、一つだけ白川さん欠点があるって。はい、それはね、俺は思うんだけど、可愛すぎんのよ、ぶっちゃけ。で、可愛すぎるし、まあ、胸とかも大きいじゃん。だから大きいもんある分をこうアピールするのは当然じゃん。でもやっぱり女の子からそういう女の部分をアピールしてるってふんってなる部分もあるんじゃないかな、うんうん、だからそういう強さっていうものをもっとしっかりと身につけたら、すごいわねって、うん、試合でそう惚れてもらう。そう、 そう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 、見てもらう、まず見てもらって、すごいあの子って思ってもらう。じゃあ何が大事か、練習しかないんですよ、はい、練習、練習しかない、練習と試合しかない、はい、じゃあライガーさん、はい、オーディションはじゃあ、あ、そうか、終了ということで、あ、OK、 どうしましょうかっていうのはライガーさん、じゃあカメラに向かって発表お願いします。はい、それではチームライガーディーバを覚ませ審査の結果を発表したいと思います。結果はウサギ顔でーす。土手ライガーさん、はい、なんでですか。はい、いや、土手ってアクションいただきましたけど、はい、僕彼女の可能性っていうか、このまま彼女の将来を見てみたいよね、見届けたいっていうか、うん、今言ったみたいにどん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 この防衛記録を伸ばしてほしいし、今は6名のチャンピオンだけど、シングルのチャンピオンも取ってほしい。
プロレスで今こんだけ頑張ってらっしゃる、もっともっと僕プロレスに集中してもらっていいと思うんですよ。ディーバーになるっていうか、ディーバーをやってると別に5年後でも構わないですよ。体これだけ鍛え込んでらっしゃるんだもん、はい、でその間に伸ばしたり伸ばして大きく成長してもらって、だから僕はとことん今その女子プロ界のスターだだけではなくて、女子プロ界のトップを極めてほしいよね。いや、予期せぬ展開ではないんですけどなんかこんな感じで水着で自分が来ちゃったことを今すごいなんか反省するレベルのこれはね、すいませんって思っちゃう。違う、多分自慢できるよ、これすごい、はい、なんで俺この間トークショーのアシスタントやってもらった時に、まあ可愛いなって今みたいに思わなかったんだろうね。その時思ってないんですか。その時は本当にあのアシスタントの仕事の仲間の一人、今はね本当に可愛いからもっともっと逆に伸ばしてほしいなと。シングライガーの皆さん、本日はお世話になりました。まあ、でもなんかやっぱり最後さすがライガーさんだなと思ったのは、やっぱりそうやって簡単にディーバとかになれてね、こうライガーさんにたくさんお会いできる機会を得てしまったら、もしかしたらなんかこういったなんか満足しちゃったりして良くないのかなっていうふうに思って、だからもっと大きくなってシングルチャンピオンにもなって、逆にライガーさんが私に会いたい、そう会いたい、ディーバお願いしますよっていうふうに思わせるぐらいの活躍をして、こちらのチャンネルに帰ってきたいと思います。おいや、自分と違う、いいわシングルのチャンピオンになったらさ、パーティー開こうよ。わーな、パーティー、それをじゃあ中心さんならいが約束します。白河の皆さんがシングルのチャンピオンになったらお祝いしましょう。すごい、いいですね、な、やりましょう。やった、その日目指して、はい、大変だと思いますけども、はい、白川さん、はい、頑張ってください。頑張ります。今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。